こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、 40代の大人の男性が持つべき秋服ベスト5というテーマでお届けをしてみたいと思っています。まあ、僕自身もですね、今年40代に突入しまして、まあ、着るもの、今までとはまたちょっと違った感じでですね、選ぶようになったんですね。まあ、30代の頃というのはトレンド感が強いものもですね、結構着ていたんですけども、まあ、40代を迎えるにあたって、もちろんトレンド感も意識はするんですが、よりこうベーシックだとか、オーソドックスなものの割合を増やしたりだとか、サイズ 感もですねあんまりワイドに振りすぎるとそれも似合いづらくなっているというのをですね実感するのでやはり30代の頃と40代では選ぶべきものとかテイストも変わってくるかなと思うんですねですので今回はですね本当に久々になるかなと思うんですが 40代の男性がどんな気付を選べばいいのか、このあたりに特化をしながら皆さんにですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っています。まあ、今回の動画を見ていただければ、40代の着こなし、トレンド感を少し抑えながらも、ベーシックで、第三者が見た時にもですね、好感を持っていただけるようなスタイルが作れると思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの業ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方も よろししくお願いしますそれではい、ということで、早速ですね、40代の大人の男性が持つべき秋服、一つ目から皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、 まずはですね、僕が着てるような爽やかなシャツですね。まあ、ちょっと抽象的な言い方になりましたが、まあ、シャツというのは大人の男性にとってはですね、必ず持っておいていただきたいようなマストアイテムかなと思うんですね。まあ、その中でもちょっとこう清涼感があって爽やかな雰囲気のあるようなブルー系のシャツが僕は持っておくと便利なのかなと思っています。僕が今着てるのはですね、ブルーとホワイトの2色で構成されたストライプ柄のシャツになりますし、まあ、こういったストライプでもいいかなと思うんです。 が一方で無地のこういったブルー系のシャツなんかも爽やかですごくですね大人の男性特に40代以降の方にはですね似合いやすいかなと思います、まあ、シャツというのはですねやはりこうビジネスのイメージも多少あってちょっと小綺麗に見えるアイテムなんですね、まあ、40代以降になってくるとすごくカジュアルなアイテムよりは少し綺麗さの漂うものの方が合わせがしやすいんですねというのも年齢を重ねていくとやはり自分自身のですね見た目も少しずつですね清潔感みたいなもん ものが残念ながら損なわれてくるわけですね体型も20代のコートは変わりますし肌の質感だとか髪の毛のボリューム感っていうところもなくなってくるのでなるべくですね服で綺麗めな要素を足してあげた方がバランスが取りやすいかなと思っていますまあ、その点ですねシャツというのはすごい小綺麗に見えるので持っておくとすごく便利ですまあ、カラーもいろんなバリエーションがあるんですが ホワイトだとかシンプル系のものも悪くはないんですけども結構ですね失敗するとビジネスっぽく見えてしまったりするのでそこはあえてちょっとブルー系で少しカジュアル感だとか清潔感、清涼感みたいなところを足してあげるのがいいかなと思うのでブルー系のストライプだとか無地シャツこのあたりを持っておくとまず間違いがないのかなと思いますで、サイズ感なんですけどもビジネスシャツと違って少しゆったりめで着てもらった方がバランスがいいかなと思うんですねヤバに関しても少し余裕があって肩のライン も少し落ちてるぐらい、まあ、最近のですね、シャツって結構そういうものが多いと思います。ユニクロであっても結構ベーシックなものが多いんですが、その中でもちょっとトレンド感を漂わせながら少し緩めになっていたりしますし、あとはセレクトショップのオリジナルですね。これはビューティーユースのものなんですが、まあ、セレクトショップのオリジナルのシャツなんかは最初からゆったりめにできているので、そういったものを着ていただければ堅苦しく見えることはないかなと思うので、ぜひ皆さんこの秋はですね、シャツ必ずあると便利なので、 一着はトライをしていただきたいなと思っています。ちょっとトレンド感出したい方は、襟型ですね。これがバンドカラーのものもいいと思いますし、小ぎれな雰囲気を出したいなら、こういったレギュラーカラーですね。通常の襟型のもの、このあたりも便利かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、ブルー系のシャツ、秋の一着として揃えていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのですね、ショート丈のブルゾンですね。このようなアイテムも40代後の男性であれば、 一枚あると便利かなと思っています。秋だとですね、まだロング丈のアウターだとちょっと暑い感じがするんですね。まあ、秋の後半から冬になってくると、例えばですね、ステンカラーコートだとか、トレンチコートだとか、まあそういったコートがですね、割と役立つんですが、まあそれ以前の9月、10月中頃ぐらいまでは、僕が着てるような丈がそんなに長くないアウターが一着あると便利なのかなと思います。こういったショートアウターでもですね、襟がついてることで適度に綺麗さが出たりだとか、 あとは色合いだとか質感ですね。 これ、見た目がちょっとウールっぽく見えるかなと思うんですが、まあ素材はポリエステルですとか、レイヨンでできているわけなんですが、こういったちょっとこう、上品に見えるような素材感の、ダークカラーのアウターが一着あると、かなり大人の男性には似合いやすいかなと思います。先ほどご紹介した、こういったストライプのシャツとかの上に羽織るだけで、小綺麗なスタイルが簡単にできてしまうので、これはね、一着あるとめちゃくちゃ便利だと思います。先日ですね、ご紹介しましたが、これはシップスエニーで購入したですね、ブルゾンなんです ですが。 これが今季はですね、めちゃくちゃ良かったですね。色の表記はブラックなんですけども、チャコールグレーっぽく見えて、ちょっと混ざり気があるので、上品な見え方もしてくれますし、これはですね、おじさんっぽく見えないで、シャープなショートブルゾーとして、かなり使い勝手がいいかなと思います。もちろんですね、今シャツ着てますが、白のバンドカラーシャツでもいいと思いますし、あとは T シャツの上にサライて着るだけでも、簡単にスタイルができてしまうので、ぜひですね、ショート丈のアウターで、襟がついていて、なるべくシンプルなダッカ からのもですね、こういったものがあると、40代以降の男性としては、秋のアウターとして最適なので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。 続いて3点目のアイテムなんですが僕が今着てるような綺麗色のカーディガンですね。これまた40代の大人の男性が持っておくとすごく便利なアイテムかなと思っています。まあカーディガンといえばメンズファッションの中でもかなりベーシックなアイテムで皆さんも今までに何度か着たことがあるかなと思うんですね。まあオーソドックスなところで言うとブラックだとかネイビーだとかグレー系このあたりのカーディガンが鉄板だと思うんですがまあ40代の大人の男性が着るのであれば少し綺麗な色で遊んであげるのもバランスが いいかなと思いますというのも、大人の男性には結構清潔感というところも大事ですが、その一方で、ちょっと華やかさみたいなものを足してあげると、意外とバランスが取りやすいんですね。まあ、10代、20代の子であれば、やはりこう、雰囲気もフレッシュなので、ベーシックな着こなしでもそれなりに映えるんですが、40代以降になってくると、何か持ってあげた方がバランスが取りやすかったりするので、ベーシックなところと、そこに一点だけ綺麗な色だとか、あとは爽やかなブルー系だとか、そういったものを足してあげると、意外とバランスがいいかなと思うので、 ぜひ皆さん、このですね、ダークグリーンのニットなんかはすごく使いやすいかなと思います。これは今季のグリーンレーベルのもので、先日動画の中でもご紹介したと思うんですが、まあ、こういったですね、ちょっとカーディガンの中でも差し色になるようなものですね。パープルなんかのバリエーションもありましたが、僕はこのダークグリーンの方が大人の男性には気軽に合わせやすいかなと思うので、ぜひこういった色もトライをしていただきたいなと思っています。まあ、コーディネートはそんなに難しくなくて、このカーディガンの下にはですね、今僕が着てるような ホワイトだとか、ライトグレーだとか、あとはアイボリーだとか、ちょっとこう明るめの無地 T シャツですね。こういったものを合わせて、コントラストを高めてもらうとバランスがいいかなと思います。一方でボトムスに関しては、このようなブラックだとか、ダークグレーだとか、そういった 濃い色で引き締めてあげるとバランスが取れるので意外とコーディネートは難しくないです。もう本当にこのままコーディネートしてもらえば簡単にですね40代の大人の着こなしとしてちょっと小綺麗感が漂うようなものが出来上がるのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。で、カーディガンのサイズ感なんですが従来はですね結構薄手のカーディガンでタイトなものが多かったと思うんですね。まあそういったものも NG ではないんですが最近のものはですねちょっとサイズ感もゆとりが出て ていましてこちらもそうなんですが 肩、このあたりですね、だいぶ落ちた感じになっています。厚みもですね、薄いものよりは、ちょっと厚みがあるものの方が、実は大人の男性には似合いやすいんですね。というのも、薄いニットって結構体のラインをそのまま拾ってしまうので、少し厚みがあった方が、まあ大人の男性のですね、サイズ感としては、すごく合わせがしやすいかなと思うんですね。ちょっと腕を託し上げながら、このような形でグリーン系のカーディガンを着ていただければ、まあ簡単に秋スタイルが出来上がるので、ぜひ皆さんも綺麗色の パーデがチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて4点目のアイテムは僕が今着ているような 丸首のニットですね。これまた大人の男性にとっては定番のアイテムで40代以降の方にもぜひ1枚は持っておいていただきたいなと思います。まあ、中肉厚のニットというところで、まあやはりですね、秋になるとこれぐらいの感じが一番着やすいんですね。まあ似たようなところでロンティーとかもありますが、T シャツの延長線上でロンティーはかなりカジュアルに見えるんですね。一方でニットというのはやはりこう、ちょっと綺麗めに見えるというところで、大人の男性にはすごく相性がいいかなと思います。 襟型もいろいろとありまして、丸首もあれば、V ネック型もあったりするんですが、最近ですね、V ネックがトレンドアイテムとして、また少しずつ浮上はしてきてるんですが、これが40代の男性に似合うかというと、ちょっとまだですね、トレンド感として強すぎるかなと思うので、丸首のニットというところが、一番こう、ベーシックで使いやすいので、ぜひこちらをトライしていただきたいなと思っています。で、丸首のニットは本当にいろんなところで売っていまして、身近なところで言うと、ユニクロですね、ミラノリブニットなんですね。 なか,ですね、かなり使い勝手が良くて僕もこれままででで何度もも買っててきました。あとはすすねね。3D ニットです、ね、僕が今着てるものはユニニクロのの 3D ットなんですがこのようなものでもいいかなと思うので、まあ、ユニクロですとか、セレクトショップのオリジナルで、丸首のニットを持っていただくといいかなと思います。まあ、色に関してはですね、例えばホワイトだとか、ライトグレーだとか、明るい色を持っておくと、結構大人の男性には似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、カーディガンに関してはちょっとこう、綺麗な差し色を選んで、このような丸首のニットを ニットに関しては爽やかなライトグレーだとかホワイトぐらいを持っておくと着こなしをバリエーションとしては使い勝手がいいかなと思うのでトライをしていただきたいなと思っていますまあ、ちなみにサイズ感なんですがちょっと僕のニットはですね丈が長い感じがしますけども40代の男性であればジャストサイズから超ゆるサイズぐらいでいいかなと思うのでいつも皆さんが着ているサイズかもしくはその一つ上ですねワンサイズアップでもいいと思いますユニコーンに関しては少しサイズ感としてはジャストに近いのでトレンド感をちょっと出し 出したいなという場合はワンサイズ上げてもいいかなと思うんですがま40代の大人男性であればそこまでサイズ感大きくしすぎる必要はないかなと思うのでそのあたりをバランス取りながらぜひ秋のニットを買い揃えていただければなと思っていますはい続いてラスト5点目はボトムスですね 先ほどから皆さんもお気づきの通りずっと同じボトムスを履き倒しているわけなんですが僕が今履いてるのはですねブラックのイージーパンツですねこれが大人の男性に特に40代以降の男性にはすごく似合いやすいボトムスかなと思いますまあ年代によってどのようなシルエットがいいのかというところはちょっと分かれるかなと思ってるんですね20代から30代の方であればちょっとワイドっぽいものもトレンド感があっていいと思うのでそういう場合はユニクロのタックテーパードパンツ僕自身も気に入って履いていますがそういった のがおすすめですがまあ、4時代以降であればよりオーソドックスベーシックなところに軸足を置いた方が似合いやすいかなと思うのでそういう場合はそんなにこう太すぎないものの方が バランスがいいかなと思うんですね。そういった点では、ユニクロで言うと、スマートアンクルパンツ。このあたりが、もも周りに少しゆとりがありながらも、テーパードが効いているので、そんなに太く見えないというところでは、使い勝手がいいかなと思いますし、それよりもやや細身の、グローバルワークのアーバンスラックス。このあたりも、鉄板で合わせがしやすいかなと思います。そして今僕が履いているのは、グリーンレベルのオルマイージーパンツというものですね。これも癖がなくて、すごく使いやすいんですね。もも周りのゆとりもありますが、 膝から下テーパードがかかっていて、すごく使い勝手がいいですね。まあほぼほぼですね、ウールのパンツに見えるような綺麗な見た目なんですけども、ストレッチも効いていて、 え、腰の部分にはゴムが入っているので、すごく楽に履けるという意味では、まあ、このボトムスが個人的には40代の男性にはすごく似合いやすいんじゃないのかなと思っています。この1本さえあれば、今回ご紹介したようなブルー系のシャツにも合いますし、今着ているようなタンタケのブルーゾンにも合うし、あとはカーディガンだとか、丸首のニットすべてに合うので、ブラックのイージーパンツはもう鉄板で持っておいていただきたいなと思っています。シルエットは太くなりすぎず、トレンド感はやや抑えめのですね、テーパー ード型のシルエットが一番使いやすいのでぜひ黒パンツもしくはダークグレーとかでも全然いいかなと思うのでブラックがちょっと重たいなと感じる方は今僕が着ているようなちょっとダークグレーに見えるような色ですねこういったボトムスも使いやすいのでぜひチェックをしていただきたいなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、40代の大人の男性が持つべき、秋服ベスト5ということで、お届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関しても、トレンド感がほんのり漂いながらも、基本はオーソドックスなものが多かったかなと思うんですね。まあ、その中でも大切になってくるのは、サイズ感ですね。ここがあまりに大きすぎるのも良くないし、まあ、タイトすぎるのも、ちょっとこう、前時代的に見えてしまいがちなので、このあたりを調整しながら、あとは色合いですね。 ベーシックカラーからちょっとこう差し色になるものまで揃えておくと結構秋の着こなしは存分に楽しめるかなと思うので今回の動画を参考にしながらですねぜひまだ持ってないものに関しましては概要欄にですねリンクを貼っておきますのでぜひそちらもチェックをしていただきたいなと思っていますこれからもですねこのような形でメンズファッションの基本ですねこのチャンネルではなるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っていますまたなかなか動画をゆっくり見る時間がないという方のためにですねオンラインサロンも開催をしていますそちらの方はですね文章と写真ベースでサクッとですねおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を読めるようになっていますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思います 思っています以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。